はいどうも、ヘビフロックと申します。今回はですね、ミルワームに練り餌をあげたいと思います。で、ミルワームって練り餌食べるのかっていう話なんですけど、実はね、食べるんですよね。それも、カエル用の練り餌って魚みたいな匂いがするんですよね。なんで、匂いに反応して食べるんですよね。で、今回ミルワームに練り餌をあげるんですけど、実はね、これで終わりじゃありません。今回する動画は、ミルワームに練り餌をあげて、その練り餌とミルワームをさらにカエルにあげてみた。で、まずね、このミルワームに練り餌をあげます。で、その練り餌にひっついた大量のミルワームをベルズのガーリックにあげたいと思います。あーね、これね、個人的に一回見たかったんですよね。練り餌に大量にひっついたミルワームをベロッと食べるこの姿で、ちなみにミルワームは頭潰さなくて大丈夫なのっていうコメントがあるかもしれないんですけど、どうやらね、ミルワームの顎ってそんなに強くないらしいんですよね。口に入った瞬間、まあ胃酸とかですぐに死んじゃうらしいんで、そんなに心配はいらないらしいです。というわけでね、この中にカエルの練り餌を入れていきたいと思います。はい、これが練り餌です。これを入れていきたいと思います。ほら、お、早速一匹、左下のやつが食いついてますね。あ、ちょっとずつ寄ってきてますね。地面から顔を出して。ちなみにこのミルワームは、ペットじゃなくて餌用としてストックしてあるミルワームです。ここら辺少しずつ食べてますね。ちょっと明るいんで、戸惑ってますね。じゃあちょっと部屋を暗くして、放置してみたいと思います。いやー、どんどん集まってきてますね。いやー、ちょっと気持ち悪いですね。いやー、それにしてもこれどっかで見たことあるな。で、これトリカラチャンネルのパクリやないかい。はい、まあ、大体10分以上経ったんですけど、かなりの数になってきたんで、早速ね、これをあげていきたいと思います。早速あげたいと思います。はい、わっと、ものすごい反応。はい、これが噂のミルワームボールです。さあ、うふぅ、ミルワームがめちゃくちゃついてますね。やばい、落ちる、ミルワームが。はいはい、落ちる。じゃあ早速落ちる前にあげたいと思います。あっ、あっ、いや、ちょっとね、球体だったんで、いまいちそんなにミルワームはついてませんでしたね。まあ、次回は、もしこの動画の評判が良かったら、お魚でやってみたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。